聖天体制は、中国四大基書の一つである、西遊記の主人公の神仙、孫悟空が作中で名乗った称号、天にも、等しい大聖者の意。この名前で天狗で騒動を起こしている。そのため、三蔵法師と市教の旅に出た時も、各地の土地神などから、体制と呼ばれることもある。西遊記雑劇では次の通り記述されている。原曲、西遊記。 草劇第3本では、孫行者は、小生提携妹5人代リ山老母に、妹増え出し聖母体系、人子天体制小生通天体制三体、サブロウと自分は5人の兄弟姉妹姉李山老母、妹の増え出し聖母、兄の人子天体制、自分は、通天体制で、弟のヨーヨーサブロウがいるという。赤碑2005年に1月11日に、新加茂が、 中華人民共和国福建省、淳商県城西北部頬山で左に、通天体制、右に、人支天体制と刻まれた元松から名書記の石の、墓碑が発見されたとの報道がなされた、そうたまいた八千加海では、人支天体制、通天体制、各界体制、小星港体制、宇り山体制のご清志が、四海竜王と争った八千を助ける。事業審査。 ひとして体制では、ひとして体制は、我神三人姉妹五個を大歌うた通天体制。我人のひとして体制ねえねえ亀山倉毛、妹子鉄色猿兄弟ぜ、サブローと、兄は、通天体制。姉は、亀山倉毛、妹は鉄色猿、弟は、陽陽三郎サブローと言い,い、天井から桃、に、衣を奪い次郎まくんに追悼される。これらの話のうち、カカヤマ 皇王などの名はすでに壮大の手話の段階から見え、聖天体制の名は常実の通り、陳純献売例しつつ巻きなど、美女をさらう復権地方のあやかし猿の伝説に由来する。最有期では、牛魔王など、孫悟空と義兄弟のちぎりを交わしたあやかし戦は、その場で全員、体制を自称した。兄弟全体を七天体制と謳われた。なお、 火表の通り牛魔王が一番上である。上から順番に牛、石猿、水地、鳳、獅子、猿,猿,猿,猿が本層である。このうち、とは、真の川の奨励、両妻、シーグロケモノの批評では猿を襲って食べる猿とし、本層項目にも記述される。なお、本層項目では火前という猿が織股の名を、という。孫悟空は最有機以後も、 八千丼図記では八千に味方し四竜王や官邸と争ったり、南や祖武器などの小説に、人四天体制という名で登場している。孫悟空は小説である、西遊記に登場するキャラクターであるが中国で、人四天体制という神として信仰されている。それは古くは、耳書に、孫体制、中遊神査力美人進学も、金犬種。 終鉄公に虎川土人小ため孫大聖将、キア明きトラ虎草原神宮も、中大敗和公もゆえまで今、四方根宿の暗章、下三遊期優勝孫大聖じゃあに即これなり、や吹き起こり始め孫大聖が、明の時代に和公を破り侵攻された記述があり、両彩市一支天体制に、福建での侵攻が記述されている。近代では崇拝している。 中国武術修行者が義和団の乱を起こした。今なお台湾や東南アジアで進行されている。また2005年に一支天体制と通天体制の名が刻まれた石碑が福建省殉承権常制北宝山手法で発見されている。ありがとうございます。